国土の整備・交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言を願います。<上>小宮山義原君、えー。皆さん、おはようございます。えー、民主党支援力部会の小宮山義原でございます。本日は、被災地の下水処理整備の問題を中心に質問させていただきます。震災後2ヶ月半が過ぎました。今回の震災による下水処理場及び、 管路の被害と応急復旧状況について、まずお伺いをいたします。 加藤都市地域整備局長、お答え申し上げます。あのまず、沿岸部にございます下水処理場18か所が、主に津波による機械電気設備の損壊等により稼働を停止いたしております。でこれらの処理場のうち、汚水流入のある10か所では、仮設の沈殿池を設置いたしまして、その上積みを消毒処理する簡易処理等により、現在、応急対応を実施中でございます。またあの下水管 についてでございますが、下水管につきましては、現在までに確認されている被害延長は約950キロメートルでございまして、これは被災都市の全下水管延長の約1%に相当しておりますあの。破損箇所につきましては、仮設の配管等による応急対応を現在実施しているところでございます。山義君今ご説明がありました仮設沈殿地では 先ほど説明がありましたように、上積み液は消毒をされた後、放流されていると聞いておりますが、放流水質はどのような状況ですか、お答えください。 加藤都市地域整備局長、えー、例えばの例でご,あのご報告させていただきたいと思います。えー、例えば、仙台市にございます南蒲浄化センターにおけ,ますおける海援処理後の放流水質については、代表的な水質使用であります BOD を見ますと、5月19日時点で、リッター当たり100ミリグラムであると。 いう報告を受けているところでございます小宮山芳原君、えー、ただいま国土交通省から報告がありました、えー、BOD 数値の放流水質について環境省はどのように、えー、お考えかお聞かせいただけますでしょうか佐義、えー、坂水待機環境局長、えー、お答えします水素汚濁防止法に基づく BOD まあ生物化学的酸素要求量ということでございますが排水基準は日平均値で120ミリグラム あのリッターあたりとなっております。まあ、先ほど報告がございました施設につきましては一律の排水基準を超過している状況ではございません。まあしかしながら水質濁防止法では国の基準に加え、まあ地域の状況に応じ 条例で厳しい基準を定めることができるとされておりまして、まあ、そういった国地方を合わせて水環境保全する仕組みとなっております。まあ、この処理場の現在の放流水の水質は、まあ、通常時と比べては高いことになっておりますので、良好な水環境保全のためにも、まあ、下水道関係者による早急な復旧をお願いしたいと考えております小宮山義春君。汚泥、えー、処理も深刻な状況だと思いますけれども。 1>, 1日当たりの発生をで量と最終処理方法を含めた対応策について、どのようになっているか、お答え願いますでしょうか。加藤局長 お答え申し上げますご指摘の簡易処理に伴う、伴います発生汚泥につきましては、例えば先ほども例を引きましたが、仙台市の南側も浄化センターにおきましては、4月中旬から仮設の脱水機を設置いたしまして、脱水処理をしております。で、その処理量でございますが、1日平均40トン程度の脱水汚泥が発生している。 ということでございますこの脱水汚泥でございますが、これは現在、県内の産業廃棄物処分場で埋め立て処分をいたしておりまして、当面の間、当該処分場において処分可能であるというふうに聞いておるところでございます。また、その他の処理場におきましても、脱水機の復旧ですとか、他の処理場での処理等を検討しているところでございます。今後も下水汚泥を適正に 処,分処理処分できるように、必要に応じて、被災地帯に対して助言等をしてまいりたいというふうに考えております小宮山義治君。私は、月水処理場から発生する汚水や汚泥が、被災者の方々およびその周辺環境に与える影響について、大変不安を感じております。特にこれから雨季を迎え夏を迎迎ええ夏まますとヤヤが発生しまして それらを媒介として、感染症を発生するおれがあることは否定できないと思います、国交省として、そういったその水質処理の質的向上をぜひ速やかに図っていただきたいと思いますが、今後のことについて、もう少し詳しくお聞かせください。加藤局長 お答え申し上げます今後につきましては、応急復旧を進めながら、従前の機能を回復させ、サイド災害を防止することを目的とした本復旧を実施予定としております。でただ、本復旧までに時間を要する場合におきましては、周辺環境や放流先の水利用等を十分に把握した上えで、状況に応じまして、簡易処理の段階的な レベルアップも必要だという,ふうに認識をしております。総裁の,の考え方についてですが、これにつきましては、学識者等からならにます下水道地震津波対策技術検討委員会におきまして、簡易処理の段階的なレベルアップ に際しての考え方ですとか、処理の方法等について取りまとめをいただいておりますので、こうした考え方を被災自治体にも周知をしすでに集中しているところでございます、被災自治体においては、その簡易処理のレベルアップを行う際に、本提言内容を十分活用してもらうことも期待している。 私どもとししてては期待しているところでございますいずれにして,し,ましても、今後、被災自治体において適切な簡易処理がなされるよう、また本復旧が早期に実施,実施できるよう、国土交通省としてもできる限りの支援をしていきたいというふうに考えております小宮山よ君、えっ君。今お話が出ておりました、えー、南蒲生の浄化センターは、えー、仙台市民の70万人が、えー、利用している浄化センターであります。 聞くところによると、その復旧には2年以上かかると聞いております。一刻も早く復旧するために、私は一つなんとして、かねてから申し上げておりますように、合併浄化層の活用を含めた汚水処理システムのベストミックスが必要だと考えております。大規模の下水処理場が壊れることで、それに頼る市民全員が被害を受けること、それからまた費用の面からも、何といっても工期短縮。 わずかな期間で整備が完了しますそういったことを踏まえてこの合併浄化槽を活用すべきだと思いますが大畑大臣いかがお考えでしょうか大畑国土交通大臣、えー、小宮山議員のご質問にお答えを申し上げます私も仙台市の下水処理場今ご指摘のところを現実に視察をさせていただきました大規模に被害が及んでおりまして その当時もほとんど基本的には機能が損なわれておりましてそのまま自然沈殿という層にポンプ等を使ってです、ね、仮のポンプで処理しているというのが実態でございました今回の大規模なこの処理施設の被害を受けて 今、仮にの形でやっているわけでありますが、ご提言のように、地域によっては、そういう浄化相当の活用を図って、一日も早く、その地域の市民の被害というものを、そういう面から対策すべきじゃないかというご指摘でございますが、私もそういう考えは、 大大変大事だと思います現在さまざまな形から自治体の方々ともいろんな相談をさせていただいておりますが、まあ、その他かに、まあ、この下水道だけではなく農業集落排水ですとかあるいは個人の浄化相当も非常に損害を被害を受けているという実態がございますので、まあ、そういうものを 一つ一つ丁寧に事実関係を調べて、ですね今ご指摘のように、大規模な被害を受けているものですから、長期間、時間がかかると、じゃあ、その間、何もしないのかというと、そうではなく、今ご指摘のような考え方も踏まえて、ですね対策をしていくことが私も大事だと考えておりますま。これはりりとももも絡んででままいいすすがそういうものも含めてですねあの 関係の自治体とも連携を図り地域の事情に適した汚水処理の機能が回復するように国土交通省としても支援してまいりたいと考えているところであります小宮山義原君次に放射性物質を含む下水汚泥問題について質問いたします。今月12日に政府原子力災害対策本部は 福島県内の下水処理、福祉産物の当面の取り扱いに関する考え方を発表いたしました。現在、10万ベクレルパーキロを超える脱水汚泥、またそれを下回る脱水汚泥の1日当たりの推定発生量、そしてそれらをどのように今、処分をしているかお尋ねをいたします。加藤局長 お答え申し上げます。福島県内におきましては、平成20年度の実績によりますと、1日当たり約210トンの脱水予定が発生しております。で、えー、福島県の調査によりますと、5月4日、 の時点でございますが福島市堀川町、終末処理場の脱水予定から、キロ当たり10万,ベクト10万ベクレルを超える放射性物質が検出されております。で、これ以外の処理場の脱水予定はすべて10万ベクレルキロ当たりでございますが、これを下回っております。で、上回っている堀川町の終末処理場でございますが、 この処理場におきましては、現時点で約10トンの脱水汚泥が飛散防止の措置が取られた上えで、処理場内に保管されている、そういう状況にあるところでございます。山君今お話がありました、10万ベクレルパーキーロを超えた場合は、お手元にお配りしました資料のように、ピット処分にしなければなりません、また、超えないものについてもトレンチ処分にしなければなりません。 我が国には放射性廃棄物施設、いわゆるピット処分ができる施設は、青森県六ヶ島村の日本原電にしかありません。今回、10万ベクレルパーキロを超える下水汚泥の管理期間が引き続き検討されている中で、これからは廃棄物処理法の枠組みだけでなく、従来の法律の枠組みを超えて、原子炉等規制法を含め、検討することが必要であると思いますが、中山政務官にお尋ねいたします。 中山経済産業大臣政務官あのただいまの,の問題意識、私たちも同じように考えておりまして、まあ、あの原子炉規制法では低レベル放射線廃棄物のうち最も濃度が低いものの処分方法として、いわゆる今お話がありましたトレンチ、えー、つまり素彫、えー、りの穴へ、えー、埋設が認められていると。 この濃度の上限は、セシウム137の場合は10万ベクレルごと、1万ベクレルマイキログラムとなっております、まあ、こういうことでございますので、まあ、私たちもこの法律をですね、まああえー、こういう状況でありますが、どこにそういう最終処分所を持っていくかというような点については、これから各省とご相談をしながら決めていきたいと思っております小宮山義治君。 法的枠組みに向けた早急な対応をぜひお願いをしていきたいと思います。次に浜岡原子力発電所の全原子炉停止についてお尋ねをいたします。今回、菅総理は要請という形で浜岡原発の停止を行いました。しかしながら要請というものの先週の金曜日の参議院予算委員会においても総理自ら政治判断をお願いしたということであります。また、それについて及ぼす影響について全面的に支援をしていきたいともおっしゃっておられました。 今回、山岡原発を止める最も大きな要因は、津波対策と聞いております。そこで経済産業省、中山政務官にお尋ねいたしますが、どのような対策を指示されておりますでしょうか。中山経済産業大臣政務官、まああの。地震、津波対策というのは、まず、えー、止める、冷やす、閉じ込めると、まあ、こういうような3つがですね、 うまくできれば非常にいいということで今までの形としてはそれを3つを目標にですねえ福島第一原発のできなかったこと例えば電源車が流されてしまうとかいろんなことがございましたのでそういうものを高台に置くとかというのが1つでございますが全般的にはあまあ中期対策も含めてですね電源車、ポンプ車等の資材機材の配備や 緊急時の対応マニュアルの整備など、短期対策の実施を確認をいたした上えで、まああ、海水ポンプの電動機等の予備品確保や、非常用発電機の高台設置、防潮堤の設置や、建屋の水密化、これはかなり中期的なものになりますが、まあ、こういうものが計画されているということを一応確認はいたしております小宮山義治君。 そもそもこのように総理の要請とはいえ明らかに国が国民の安心安全を守るために下した政治決断と思いますそうであればこの度の防潮堤は国がしっかりと建設すべきではないかと考えます津波対策のための防潮堤を作ることが重要ということであれば一刻も早く国が責任を持って建設すべきだと思いますが中山政務官いかがお考えでしょうか中山経済産業大臣政務官 まあ津波による今回のこういうような、あよく使ってはいけない言葉で、想定外という言葉です。でも、我々は想定をして、絶対にそういうことはないようにするということは国の考え方でございますので、今言った費用の点についても、まあ、できる限り国が失踪していくということは、まあ、当たり前のことだというふうに考えております小宮山義春君、えただいまの中山政務官のご答弁により、 今回の浜岡原子力発電所の安全対策は、国も技術的な面、財政的な面においてしっかり支援していくことが確認できたと思います。そこで、このことを受け、国交省としても我が国が世界に誇る港湾整備のインフラ技術を生かして、全面的な支援体制を整えていただきたいと考えますが、大畑大臣、いかがでしょうか。大大国土交通大臣 小宮山議員のご質問でございますが今中山政務官からもご答弁がありましたようにこの防潮堤の整備については国としてもできる限りの力を傾注してまいりたいと思います現在の状況を私も把握させていただきましたが4月5日からすでに浜岡原子力発電所の 中部電力がです、ね、地盤のの調査の工事を開始したところであります今ご指摘のようにこの防潮堤については、まあ、国土交通省としても、まあ、ノウハウといいますか知見を持っておりますのでそういうものを提供しながら早期に整備をするようにいわゆる防潮堤の設計施工にかかる 知見を踏まえた技術的な支援を行ってまいりたいと考えているところであります小宮山義治君ぜひ積極的な支援をお願いしていきたいと思います最後に被災リスクと我が国の社会資本整備についてお尋ねをいたします今回の災害でも明らかのようにまず発災した緊急時において人命救助食料支援とすべてにおいて道路の確保が必要でありますこうした観点からも以前から議論になっております 東海北陸自動車道をはじめとする主要幹線道路の4車線化私が先日、予算委員会で質問した後高速道路の在り方検討、有識者検討委員会の設置が決まり、先週第3回目が終わったところであります。被災リスクと社会資本整備という視点も検討委員会に盛り込みながら、ぜひ早期実現に向けた議論を早めていただきたいと思いますが、最後に大畑大臣のご意見をお伺いいたします大畑国土交通大臣。 ただいまご指摘をいただきました東海、北陸道のいわゆる4車線化の事業でございますが今回の大震災の受けてこの高速道路がいかに人間の地域の人々の命を守るという意味で大切かというのを国土交通省としても強く認識を新たにしたところであります。まあ、従いまして 災害に強い国土の実現を図るために高速道路のミッシンングリンクの解消や4車線化というのが大変大事だという認識を新たにいたしましたご指摘の点でございますがこの高速道路の在り方検討有識者委員会の中でもこの論議をしていただいておりまして、まあ、いずれにしても すでにご指摘の点については、整備計画が策定済みと、こういうことを前提に整備指を検討してまいりたいと考えているところであります小宮山芳春君。ありりがとうございまましたこれで質問を終わります